んよ、ハバンワイよ、ハイチャンネルハイです。ということで、今回なんですけども、なんとね、9連勝を達成することができた、赤黒レッドゾーン使っていこうかなと思います。これとね、視聴さんから X の DM にて、デッキコードをね、いただきました。本当にありがとうございます。まあ、珍しいでしょ。俺がレッドゾーン使うの、珍しいと思うんですけど、今日ですね、2次3次コラボがね、来てるということで、このレッドゾーン X のね、コラボカードになってますんで、二次三次コラボからね、始めたという方はですね、この構築ね、強いし、コラボカードもね、使えますんでね、ぜひ使ってみてください。よろしければね、年内チャンネル登録者5万人目指しますんで、ぜひね、初見さんだったり、まだ未登録の方だったりね、二次三次コラボから始めた方がいましたら、ぜひね、これを機会にね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、早速試合の方に行きましょう！エクザ！さあ、対戦の方よろしくお願いしますと、朝オープニングハンドなんですけども、リベレーションオブジエンド、レッドゾーン Z、ザブラック V、ザマッハ、トップギアでね、始まったオープニングハンドやっていきましょう。さあ、相手もレッドゾーンかな、ワンチャンモルネクとかの可能、菊池師範大、はい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 と。まあ、バイクかな、赤黒バイクなんですが、こっちはね、トップギアから入ってますんで、4マナのね、下バイクが来てくれたら、まあ最速でね、ぶち込めるんだけど、相手は2マナ使って何があるかさ、UI の天秤！ただトップギアを破壊してこない！なるほど！こっちが下バイク持ってないとでも思ったか！持ってるんですわ！しっかりとトップ持ってはなかったけどね、トップオブザレックザブラック V なんで、さあ、ブラック V でターボ3とレッドゾーン Z に侵略していきましょう。まあ、レッドゾーン Z から乗っけないと、盾は焼却できませんので、レッドゾーン Z、そしてターボ3で、スリードロー！久々にバイク使ったけどめっちゃ強いな、やっぱ。最近ずっとガチャデッキしか使ってなかったから、サクサク勝てる。あれ？サクサク勝てる。なんでだろう。友人丸ガチロボは全然勝てなかったのに。このレッドゾーンデッキめちゃくちゃ勝てる。そしてもう一回レッドゾーン Z ですんで、ここで2点パンチしてトップギアの1点パンチが通ったら、エクストラウィンってわけ。もう実質エクストラウィンなんですよね。さあ1点パンチ。マジ強すぎ。やばい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 。久々にバイク使ったけどやばすぎ。これはまずい。これやっちゃいけないことしてるわ。3マナで何ができるの？逆に。さあ UI の天秤でトップギアね。いやさっきね、トップギア取ってたらまだわかんなかったんですが、さあ、ここはね、レッドゾーン Z 乗っかりますので、盾焼却して勝ちですよと。まあ、多分だけど、革命ゼロトリガーとかね、入ってないと思いますんで、さあ、レッドゾーン Z で、最後の1枚のシールドを焼却しまして、対戦ありがとうございます。いや、強すぎない？あれ？レッドゾーン Z 強すぎる、もしかして。てか、バイクデッキがやっぱ強いっすね。ということで、さあ、ああ、びっくりした。革命ゼロトリガー。あ、まあでも、鉄拳とかね、ワンチャンあるかもしれないけど、びっくりした。まあ、これ、半ですね。びっくりした。革命ゼロトリガーのなんか、エフェクトかと思って、めっちゃ焦ったわ。あ、多分何もないと思いますんで、さあ、ザ・ブラック V の半ですが入りまして、そのままレッドゾーン Z でダイレクトアタックですね。さあ、トップギア捨てまして、そのままダイレクトアタック対戦。あー、どうしよう！対戦の方よろしくお願いしますと、さあオープニングハンドなんですけれども、さあ禁断を封印しまして、トップギアターボ3、ザレットターボ3、そしてトップギアでね、始まったポーカーなんですけど、やっていきましょう。さあジエンドオベックス、さあここジエンドオベックス置きながら、トップギアザレットターボ3かな。だけどまあレッドゾーンか、レッドゾーン Z のね、まあ、もう1枚侵略先が欲しいところではありますね。まあ贅沢を言うと。さあ、トップがザレットなんで、さあ、ここはトップギア置きながら、トップギアで、まあ、ザレットターボ3で走ろうかな。まあ、一応ね、まあ、ハンドは巡回できますが、さあ、ニコルボーラス3マナ使ってフェアリーライフ。さあ、スペルサイクリカ。さあ、ここでターンエンド。トップが、さあ、闇マナがないのか。てか、あったとしても欲しかったのは、バイクではなくて侵略先のバイクですからね。さあザレット置きながらザレット出していきまして、まあでもここは殴っていいと思いますね。もう殴ってどんどこどんと禁断を、まあ、剥がして、で相手ミラミスデッキなんで逃げどうなんだろうね。このデッキね、あのなんだっけ、リベレーションジエンドだっけ、リベレーションオブジエンドとか、あとはなんだっけ、あの5マナの封印剥がすやつ、
ジエンドオブエクスラ、これが入ってますので、さあまあまあ悪くない。さあ2点パンチ、封印をね1枚とかで調整しとけば、相手が殴ってきた時にドキンドム解放してカウンターでね勝つこともできますので、まあぶっちゃけねそこまで、まあ行こう、もうどんどこどんどん行こう。で次相手ミラミスなんですよきっとね。でミラミスが万が一、あーなんかある、さあアルカディアスパーク、逆にここで踏んでてよかったねと思っておきましょう。さあアルカディアスパークでさ、ターボ3でターボ3が戻ってくるってわけ。うん、ターボ310枚くらい入ってる俺のデッキもしかして。さあ6マナ使ってミラミスですよねと。さあエルドラード、まあでもエルドラードはぶっちゃけいけるね。これターボ3をトップギアに乗っけてレッドゾーン X を侵略してエルドラード封印して残りの2枚ブレイクすれば全然勝ちの目ありますよ。あとドキンダム解放でワンチャン、縦0にすればドキンダム解放してブロッカーとかね無力化してダイレクトアタックまで持ってきますから。さあ行きましょうレッドゾーン X、 これが強えんだレッドゾーン X で、エルドラード封印しまして2点パンチ。さあここで何かし、ここでミラミスとかね唱えられるとめちゃくちゃめんどくさいが、外していく外していく。さあ2点パンチ、さあここの2点が通ればかなり強いぞ。あとドキンダム解放してジエンドオブ X 持ってますので、相手が何かしらの大型クリーチャー出してきてもジエンドオブ X で封印してドキンダム解放でダイレクトアタックできるんですよ。おっと強すぎやしねえかこのデッキもしかして。さあエルドラードの封印を解放してきますがですね、こっちはドキンダムの封印を解放しますので、まあ、革命ゼロトリガーとか多分基本的に入ってないと思いますので、さあトップギアを置きながら行きましょう。ジエンドオブ X でエルドラード封印してドキンダム解放、強すぎ。これなんだよレッドゾーン、レッドゾーン Z 引けなくてもドキンダムで合流していきます。そしてドキンダムはシークレットですよと。さあいったところで、あいやもうキンダム、ダサいな。対戦どうした。さあ対戦の方よろしくお願いしますと。これさ名前ユハイなんだよな、俺の名前使われてるけどなあ、なんかユハイ名乗ってるなんか偽物に当たったけど、自分本物ですよ、本物のユハイチャンネルですよ。おい、なんで人の名前使ってランクマッチ潜ってんだよなあ、頼むよ。皆さんも注意してください。ユハイとか、まあ、ユハイチャンネルっていう名前の一つで、ね、ランクマッチで当たったら基本的に偽物ですんでね。たまにね DM 来るんですよね、なんかユハイっていう名前の人に煽られたんですけど本人ですかとか、まあユハイと人に当たりました大佐ありがとうございましたみたいなね感じのことが来るんですけども、まあ基本的にランクマッチでね当たったユハイは偽物ですんで、マジでお気をつけてくださいと。まあ名前使う分にはね別にいいんですけども、つかこれ規約的にダメなんじゃなかったっけ、なんかなりすましとかって確かデュエープルの規約上ね。なんで皆さんも気をつけてくださいと。まあ迷惑行為とかしなければ、まあ基本的にはまあ別にね名前使うなとはねなんか強くは言えませんけども、なんかね俺のね偽ユハイチャンネルねあんまり切断したりとかね、まあ、エモートイコール煽りっていうわけではないとは思うんですけども、なんかそういうことする人もいるみたいなんで、まあ基本的にね偽物ですよというね注意喚起をまあしておきますよということで、まあしっかりとレッドゾーンでね引き殺していきましょう偽物は。さあ燃料補給してちょっとろれつが回ってないが3点パンチ強いっすね。で次にトップギアが破壊されなかったらザマッハレッドゾーン X とかができますので、さあフェアリーシャワー、さあシャワーでワンドローワンブースト、でもトップギア1点パンチ、ワンチャンザマッハからレッドゾーン Z 来たらエクストラウィンって言ってますから、トリガー強くないか、それはやばいやばい、アイチョイスもやばい、アイチョイスもやばい、アイチョイスもやばい。クリスタルメモリー、デュエランドかこれ、メモリー入ってるってことはそれで外れを、やべえなこれ、トップギア破壊されちまう、まずいですこれ、下バイク来ないと負けなんだよな。いや、まだ間に合わねえか、でもアカシックタレス。意外とでもサイバーまだに落ちてることない？おい、待ってくれよ、なんで俺偽物に負けなきゃいけねえんだよ。さあ、プロメテウス。やばいやばいやばい、これ結構間に合ってるって言ってない？次リーサル取れなかったら結構相手間に合ってるって言ってるけどね。やばいか。今だ。俺の後に。やばいよ、これ普通にやばすぎる。間に合ってなくね？
あ、いやトップギア1点いったのが、いや焦っちゃったね。行く必要なかったもんな、トップギアで。マジで封印つける必要ないしね。さあ1点バチャーってだよ。待って、これ次タレスって言われたら結構照る。いや待って、結局盾強すぎる問題っていう話ね。さあシャワー、待ってやばいよね。サイバー12、いやーやばい、エモート飛んできた。わあ、これマジでいってる。おい、なんで俺を偽物に負けなきゃいけねえんだよ。俺本物だぞ、本物だぞ俺は。やばい、タレス待って、これマジでデュエランド来る。やばいやばい、今回はこれやばいか、もう外れないのかもしれない。さあ対戦の方よろしくお願いしますと、さあオープニングハンドなんですけれども、さあデッドゾーン、そしてジエンドオブ、じゃあリベレーションブジエンド、ターブ3、レッドゾーン Z、 そしてザ・ブラック V でね、始まったオープニングハンドやっていきましょう。さあ相手のデッキタイプで何か見ていこうかなと思うんですけれども、さあザ・ブラック V、 そしていやトップギアとかね、入ってない、入ってとか、まあ引けてないので、まあ、最速では無理だけど、まあ、そしてリベレーションオブジエンド、さあここ置いていきましょうか。ではザブラック V 出してハンデスしながら、だけど相手トワリューとか入れられてるとね、結構めんどくさいかなとは思うけど、さあフェアリーの火の粉祭り、さあビルヘルム置きまして、単色をキープしながらマナをブーストしてくるっていうね、めちゃくちゃ強い。さあトップがレッドゾーン X なので、まあこれターボ3でね、ちょっとデッドゾーン落とせるんだけど、ちょっと濁っちゃったんで、レッドゾーン X を、いやでもどうなんだろう、これ行っていいか、こうか、もう3枚乗せていきましょう。で禁断剥がしながら戦っていって、相手モルネクデッキなんで、ワンショットとかしてくるときに禁断の枚数調整して、盾からねリベレーションオブジエンドとかジエンドオブ X 来た時にドキンダムでカウンターできるように、できるだけちょっと禁断の封印の枚数は調整して戦っていきましょうか。で次リーサル、いやこれトワリューとかだったら結構具合悪いっておばあちゃん言ってたけどね。さあ三剣なら大丈夫です。さあ2点パンチで、多分トリガーとか入ってないんだよ、革命ゼロトリガーで受けてくるタイプのやつだと思うので。さあいやー強っ。さあバトクロスバトル、だからパワー8000なんで、禁断、あが封印剥がすためだけに出してきたっぽいね。はい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 。で、相手次5マナなんですよ。で、5マナだと、三剣ぐらいしかなくて、でも三剣捨ててきたんで、2枚あんのかな。あん、うるせえな、バトクロスバトル。今喋ってんだ、こっちが。喋ってる途中なんだけど、今こっち。やっぱ解説してんだよ。で、これ、相手がこのターンリーサル取ってこなかったら、次、レッドゾーン、ザレッドレッドゾーンでドキンダム剥がして、タケメーゼルトリガーメタってダイレクトアタックまで持ってけたら、まあ勝ちなんで、ハイアリって言ってる。さあ、フェアリーの火の粉祭り。旗っぽいね、これは。シンプルに。これで負けたら俺切れ散らかすけどね。さあ、ボルシャックドギラゴン。ドギラゴンは1万2000なんで、ドキンダムでダイレクトアタックすれば基本的に負けないし、バトクロスバトルね、あんだけ見えたらもうトリガーないでしょうということで、トワリュー出てこられるとめんどくさいから、一旦もうザレットで行きましょうか。まあ入ってねえとは思うんだけど、いやどうなんだろうか。まあ一応入ってねえと思う。うん、トワリューは。まあ入っててもっていう感じではあるけどね、もはや。あんま関係ない。まあドキンダムで封印するしね。さあレッドゾーン。で、ドキンダム封印解かれますので、まあボルシャックドギラゴン革命の鉄拳はケアできてると思います。ここでバーニング銀河とか飛んできたら結構ね、相手腕出てますね、それは。デッキ構築の才能があるけど。多分ないと。アイアムキンダー。さあ、ここで2点パンチで入ってこれ、多分革命ゼロトリガーはドキンダムで、はい、メタってるので大丈夫でしょう。1万2000。ここでビルフェルムとか言われたら結構切れるけど、外すんかい。うん、外すんかいと。いったところさ、ドキンダムでダイレクトアダック対戦。あー、あとシャー対戦の方よろしくお願いしますと、さあオープニングハンドなんですけども、さあ禁断封印しまして、トップギアターボ3、そしてザマハザレットリベレーションオブジエンドでね、ハンドめちゃくちゃいいかな。まあトップギア下バイクターボ3オアレッドゾーン Z レッドゾーン X、 いやレッドゾーン X より普通のレッドゾーンの方がいいか。あそこら辺でもう1枚の侵略先が来てくれたら
かなりハンドはいいんじゃないでしょうか。さあザレッドであればリベレーションオブジェンド置きまして、トップギアから入って、まあバコ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 殴ってね勝っていこうかなと思うんですが、さあどうでしょうか。さあ相手ジャッカスポッポジュビラ、ジュビラユニバースかな。さあターボ3めちゃくちゃ来るな、ターボ3。であれば、ここザレット置きまして、いや、これ一旦ターボ32枚いらないかな。トップギア出していきましょう。頼む、何かしらの侵略先がもう1枚欲しいですね。レッドユニバースを置く余裕を見して、あんまな使って、さあ、UI の天秤。いや、トップギア処理されるか。強いね。さあ、エンド。さあトップがレッドゾーン X なので、さあこれはザレット2枚目置きまして、ザレットターボ3レッドゾーン X で攻めていきましょうかね。レッドゾーンとか来てくれるとなおいい、 Z でもいい。さあ UI の天秤でポッポジュビラであれば封印するしかなさそうっすね。めんどくさいので、例えばフェニックスは落ちません。さあトップがレッドゾーン、これは強すぎるトップ。俺じゃなきゃ見逃しちゃうね。さあ行きましょう、レッド。さあレッドでこれはもう3枚侵略していいでしょう。ターボ3、そしていやでもこれ封印するんだったらレッドゾーンで破壊しちゃった方が良かった気もしますが、まあいいでしょう。さあここで全て乗っけて封印3枚剥がして3点パンチ、強いね。もう基本的に勝ったっぽいけど、なんでこの3ドローで、はい、最強です。さあデッドゾーンにもつながります。さあ封印して3点パンチで、ドキンダムの封印も剥がれますので、基本的にはまあほぼほぼ大丈夫っておばあちゃん言ってましたけどね。さあ4マナ、さあジュビラも封印されてますので、ジュビラの封印を解放するには5マナ払うか、コマンドを出すか。でもまあコマンド入ってそうなんだよな。オーリオティスジャッジ入ってんの、こんわこんわ、オーリオティスジャッジ入ってんのこんわ。ちょっとドキンダム解放でリーサルって言えなくなったんだけど、ここでレッドゾーンでと引くんだよね。うん、でこれじゃあレッドゾーン置いてザ・ブラック V 出しながらって感じかな。まあ、ハンレスしてレッドゾーン Z でオリオティスジャッジ抜けばいいからね、うん、オリオティスジャッジ抜いてドキンダム解放して勝てばいいっておばあちゃん言ってました。最後勝レッドゾーン Z ターボ3、さあ燃料補給して勝っていきましょうか。さあここでハンレスが入って、さあドキンダム解放、そしてオリオティスジャッジを抜く、この運命力主人公なんですよ。これがユハイチャンネルなんですよ、皆さん。そうなんで、オリオティスジャッジが怖ければ、オリオティスジャッジを焼却すればいいじゃないと、キンダム解放、ゲートオープン解放、これなんですよ、皆さん。はい、こういうこと。いやー、完璧すぎる。さあ、ここで、まあまあ、そんなまさかね。まさかね、まさかねー